ウィリアムズ FW23 は、ウィリアムズが2001年の F1 世界選手権3、専用に開発したフォーミュラワンカー。設計統括者は、パトリック・ヘッド。2001年カナダ GP にて、アニミ・ハイルトンのバトルを制して優勝した、ラルフ・シューマッハチーム加入3年目となる、ラルフ・シューマッハと、フォーミュラ3000を及びカートのチャンピオンであり、 F1 デビューとなるファンパブロモントーヤがドライブした。2001年はウィリアムズと BMW のジョイントにシーズン目であった。2000年にいくつかの好結果を上げたことから、今シーズンはそれ以上の成績が見込まれた。第4戦3割の GP で、シューマッハが F1 初優勝を達成。チームにとっては1997年、ルクセンブルクグランプリ。 また、BMW エンジンにとっては1986年、メキシコングランプリ、ミシュランタイヤにとっては1984年、ポルトガルグランプリ以来となる勝つ年だった。シューマッハはさらに2勝を挙げ、モントーヤも第15戦イタリア GP で F1 初優勝を果たした。最終的には、チームは80ポイントを獲得。コンストラクターズ3位となった。 強力なエンジンとよく設計されたシャシー、高温下での能力を発揮できるミシュランタイヤ、そして高い戦闘力を示した2名のドライバーにより、チームはフェラーリ、マクラーレンに次ぐトップコンテンダーに返り咲いた。マシンの戦闘力という点では、第三勢力に返り咲いたものの、いくつかの理由でタイトル争いに挑めるチャンスを逃した。まず一つ目は、BMW エンジンは、 ライバルと比較すると信頼性にかけ、完走率は50%以下という結果であり、フェラーリが前線、マクラーレンが2度のダブルリタイア以外で表彰台を含む入賞を1台が常に記録したのに、比べるとこの結果は致命的であった。二つ目は、シャシーがモナコ市街地コースやハンガルリンクといったハイダウンホースが必要とされるコースで不利になるなど、 コースごとの得て増えてが激しかったこと。三つ目は二人のドライバーがいくつかのミスを犯し、ポイントを伸ばせなかったことである。特にモントーヤは F1 挑戦初年度であり、そのミスも目立った。ありがとうございます。